はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年3月の10日木曜日、現在時刻が19時44分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価5日ぶりに大幅反発いたしました。日経平均株価ですが、実に972円高、3.94% 上昇いたしました。終わり値は 25,690 円で取引を終えました。トピックスも大幅反発です。 71.14 ポイント上昇いたしました。 4.04% の上げでした。10日の東京株式市場、日経平均株価ですが、5日ぶりに大幅反発となりました。この上げ幅ですけれども、2020年の6月の16日に1051円上げたんですが、それ以来の、上げ幅となりました。この大きな上昇の要因ですけれども、原油など主要な国際商品の上昇が一服しているというところ、急速な資源インフレの進行による景気悪化懸念がひとまず和らいだというところでございます。リスク回避の姿勢を強めていた投資家が幅広い銘柄に買い入れたというところですね。この要因となっております原油ですけれども、現在ですけれども1バレルですね、113ドルとですね、昨日と比べるとですね 10% 以上下落しているんですね。昨日の段階ではですね、9日の高いところで128ドルぐらいまであったんですが、それがですね、昨夜ぐらいから原油の価格が、落ちてきまして、現在ね113ドルというところまでね、値をね一旦戻して落としてきてるというところですね。ここまで急速な原油の価格が上昇していたんです、続いていたんですが、ひとまず一服というところですね、ちょっと安心感が出たというところでございます。この原油の価格ですけれども、商品先物市場で石油国輸出国機構ですね、 OPEC ですけれどもによる原油増産の思惑からですね、こちらの WTI の原油がですね 10% 超え下がったというところです。で、穀物や非鉄金属など他の商品の下げにも普及しているというところですね。資源高に伴う景気減速への懸念が一旦後退し、昨夜の、ヨーロッパやアメリカの株式相場が大幅に上昇した流れを受けまして、東京株式市場も買いが優勢となり大幅上昇となったというところでございます。で、昨夜のアメリカ株式市場なんですが、こちらも大きく上昇いたしました。ニューヨークダウですが653ドル高でした。 2% 2.00% 上昇いたしました。ナスダックも大きく上げました。459ポイント上がりました。 3.59% の上げでした。アメリカ株式市場ですが、こちら個別銘柄のヒートマップになりますが、ご覧のようにですね、緑が上昇ですけれどもね、ほぼ全面高、若干赤が一部あるぐらいで、ほぼですね全面高という展開ですよね。アメリカ株式市場なんですけども、ニューヨークダウはですね5営業日ぶりの反発となりました。ダウは前日まで4営業日で1200ドル下げておりましたのでですね、そのため短期的な戻しの買いが入ったというところでね、ニューヨークダウ大きく上がりましたね。で、この個別銘柄ですけども、特に、ナスダックが大きく上げましたので、ハイテク関連銘柄の上昇が大きかったですね。マイクロソフトは実に 4.59% 上昇いたしましたし、アップルも3.50% 上昇で、半導体の NVIDIA 6.97% と大きな上昇でしたね。そして Google も5.18% 上昇でした。で、 Facebook もですね、メタも 4.3% 上昇で、 Amazon は2.40% 上昇でした。で、 Tesla は4.19% とですね大きく上昇いたしました。そしてこの Amazon ですけれども、この時間外ですね、引け後にですね発表がありまして、こちらですね大きな発表だったんですけど、アマゾンですね1対20で株式分割の発表をいたしました。で、さらにですね100億ドル規模の自社株買いを発表ということでですね、アマゾンの株価なんですけれども、この後ですね時間外ですね大幅上昇となっております。なんといってもこの株式分割1対20という大きな割合の株式分割ということと、この自社株買いですね、この規模が大きいということですね。アマゾンですけども時間外取引で大幅上昇となっております。
アメリカのアマゾン .com ですけれども、9日にですね、1対20の普通株分割と最高100億ドル、これがね、日本にしますと約1兆6000億円ですね、1兆6000億円の自社株買いを発表いたしました。まあ、これを受けましてね、アマゾンの株ですけれども、9日の時間外取引でですね、11% で上昇となっております。1位 11% 上昇となっております。これはですね、まあ、リテール投資家から見た魅力を高めるため、アップルやグーグルなどね、他の IT、巨大 IT 企業もですね、株式分割を行っているんですけども、まあ、主要テクノロジー企業の4桁の株、今、アマゾンの株は4桁、ね、なんですけれども、その、ね、4桁株時代が、ね、終わりを告げるというところで、まあ、分割によってですね、まあ、特にこう個人投資家などを買いやすくするというところですね。でアマゾンですけれども、この株式、分割ですけれども、これがですね、約23年ぶりということですね。これ IPO を行ったのが1997年ですけれども、その2年半の間に、ね、3回実施してね、それ以来約23年ぶりということですね。アマゾンの株ですけども、1997年にですね、まあ、上場したんですけども、まあ、そこからね、その時にもし買ってたら1000倍ぐらいになってるというね、すさまじい上昇を見せてるんですけどもね、アマゾンついにですね、株式分割ということでございます。それではですね、今度は仮想通貨のを見ていきたいと思いますが、現在19時50分現在ですが、ビットコインの価格現在3万9158ドルとですね、売られております。昨日4万2000ドルぐらいまでね、上昇していたんですが、4万ドルをね、割っておりますね、現在ですね。イーサリアムは2596ドルとイーサリアムもね、売られております。円建てで見ていきますと、ビットコインの価格ですが、現在454万6000ドル、 6.76% で下落となっておりますね。イーサリアムは30万1000ドル、 5.60% 下落しております。ビットコインですけれどもね、下落、再び4万ドル割れということでね、イーサリアムも安いということでですね、仮想通貨ですけれども10日はね、値下がりしておりまして、まあ、再びね、ビットコイン4万ドル割れたというところですね。まあ、昨日はですね、バイデン政権が仮想通貨戦略に関する大統領令をですね、発表いたしまして、仮想通貨セクターのね、注目が一段と高まったんですが、まあ、前日ね、大幅上昇した流れもありまして、今日はね、下落となっているかなというところですね。ビットコインですけれども、このままいけばですね、3日ぶりの下落となるということですね。で、まあ、ビットコイン今日大きくね、今こちらの価格で見ると 6.97% 下がってるんですが、昨日はですね、 11% を上昇しておりましたので、かなりですね、上下に動いているというところですね。で、まあ、この大統領令、バイデン政権が、ね、掲げる大統領令ですけれども、一応ですね、まあ、規制というふうな面はなくですね、まあ、どちらかというと、まあ、投資家、まあ、保護に向けた動きはね、あるんではないかなということで、まあ、安心感ってですね、大統領令によるこう規制ですよね、きつい規制などがあると、ネガティブに作用するところであったんですが、まあ、そういう、ね、内容はなかったというところですね。まあ、一応バイデン政権ですけども、まあ、仮想通貨ともこう、ね、折り合いを見ながらですね、うまくこう対話しながらやっていっ いってくれるんじゃないかなという、ね、期待感もありですね。大統領令の発令によってですね、下がることなく上昇したんですが、まあ、昨日、ね、大きく上昇した、まあ、反動もあるのかもしれませんが、ビットコインが、ね、現在下落しているということでございます。それではですね、この為替の方を見ていきましょう。為替現在ですね、ドル円ですが116円台に乗ってきました。116円と025円ということですね。ドルが、ね、買われておりますね。で、一方ユーロ円ですけども、127円ということですね。まあ、ドルが、ね、まあ、強いというところですね。このドルが強いというところなんですが、これがアメリカの10年債国債長期金利も、ね、そういう流れとなっておりまして、現在ですね、1.934% と長期金利が、ね、上昇してきております。こちらがですね、これが日足なので1時間足で見ていきましょうね。1時間足で見ていきますと、長期金利ですが、昨日 1.7% 台だったんですが、1.9% 台まで、ね、大きく、ね、上昇してきておりますね。長期金利の上昇がありますので、まあ、ここがですね、まあ、仮想通貨の下落も一つの要因となっているかなというところもありますし、
これね、まあ金融株などにとってはね、銀行株などにとっては長期金利の上昇はプラスになりますけれども、ハイテク関連銘柄にとってはですね、長期金利の上昇はネガティブに作用する傾向がありますのでね、この長期金利の動きもね、注意していく必要があるかなと思いますね。それではね、仮想通貨のちょっと軽く価格帯を見ていきたいと思いますが、ビットコインですね、6.76% 下落ですね。イーサリウム 5.60% 下落、454万ですね。ビットコイン、イーサリウムはなんとか30万円をキープしている形で30万1000円、バイナンスコインも 4.1% 4.1% 下がっておりますし、リップルね 2.55% 下落、85円という価格ですしね。まあ下がってますね。ソラーナも 6.6%、 アバランチャも 6.57% 下がっておりますし、ドージコインもね 5.48% 下がっておりますね。ポリゴン、コスモスも 6% の下がり、ライトコインも 5.29% 下がっておりますしね。ビットコインキャッシュも 4.25% 下がっております。ステラルーメンは 1.67% 下がっていますね。イーサリアムクラシックも 4.96% の下落と、ちょっときついですね。10% 超える下げの銘柄もねありますし、20% 上げてる銘柄もありますが、まあ、相対的にですね、今日はね大きく下がってるかなというところですね。そうですね、まあ、仮想通貨ね、昨日大きく上げましたのでね、NEM 5.25% 下落、シンボルも 3.84% の下落となっておりますね。クアンタム 3.02% 下落です。 IOCT 5.65% 下落、 IOCT 2.57 円ですね。まあ、ビットコイン、イーサリアムがですね大きく下げておりますので、まあ、アルトコインもですね、つられて下げているというところですが、時価総額100位まで見てもですね、まあ、ほぼ、安いというところで、昨日ね、大きな上昇がありましたので、まあ、そこからの一服といいますか、まあ、どこでねまた下げ止まれるかというところで、反発またできるかなというところを期待したいところであるんですけどもね、そういうところでございます。で、今日はですね、アメリカの方でね、重要な指標が発表がありますね。こちらですけれども、消費者物価指数ですね、 CPI、 この発表があります。これがですね、本日10日の22時30分ですね、日本時間、CPI のこの発表があります。これ予想がですね、7.9% ということですので、またねこのね、これがまあ消費者物価指数ですけれども、上昇がね続いております。これによってですね、またこのね市場予想よりも良い数字が出ると、またね急激な利上げですね、利上げの回数がね増える、まあ、年内ね何回あるかというところなんですけども、まあ、そういう重要な指標となりますので、まあ、これがインフレのね一つの目安となりますので、この CPI ですね、何しろですね、これ2021年の3月、昨年の3月はですね、この 1% 台だったんですよね。まあ、それがもう今回 7%、 7.9% とね、まあ、非常にこの高い伸びを示しておりますのでね、この消費者物価指数、これ非常にねまた重要な指標でありますが、今夜のね22時30分、こちらをね注意していただきたいなと思います。それではですね、ニューヨークダウの現在の先物の価格ですが、 CME のダウ先物現在269ドル安となっておりますね。ナスダック132ポイント安ということで、まあ、昨日もアメリカ株式市場大きく上げましたので、ここはちょっとねひとまずの調整かなというところはあります。まあ、今夜のねアメリカの本日の22時30分の消費者物価指数ですね、この発表によってまたね、全てマーケットね、株式もそうですし、為替、特に為替などもね大きく動くと思いますので、ね、あと長期金利ですね、ここら辺の動きもねあると思いますので、本日の22時30分の発表をね注視していただければと思います。はい、以上、本日は2022年3月の10日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。